日本鹿児島県鹿児島市浜町浜町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下、浜町。郵便番号は892-0812。人口は55人、世帯数は42世帯。浜町の全域で、住居表示を実施している。1967年の住居表示実施に伴う、 町の再編により町の全部が廃止され全域が浜町の一部となっている迎え町についても本校で述べる。鹿児島市中部稲荷川の下流域に位置している。町域の北方には柳町、清水町、祇園野須町、南方には本港新町、小川町、西方には上本町がそれぞれ接しており、東方には鹿児島湾に面している。 町域の中央には日報本線及び鹿児島本線が南北に通っている。町域内には鹿児島駅があり、隣接して鹿児島貨物ターミナル駅が所在している。また町域の東部を国道15鹿児島北バイパスが南北に従貫している。浜町という町名は鹿児島市四国場なしによれば鹿児島城の前の海岸を意味する。 前の浜から起こったものであろうと記されている。浜町は江戸時代から見える町名であり、薩摩国鹿児島城下城町のうちであった。元禄年間に鹿児島城下でたびたび発生していた大火により、薩摩藩は海岸を埋め立てて海側に町を移す計画を立てた。元禄十四年三月に幕府の許可を受けて八月に埋め立てに着工した。これにより埋め立てられた土地は、 新築地と呼ばれ、情報源側は浜町となった。そのうちの城下町東部の上町にかかる新築地は、祇園前、築地や、新名前、築地とも呼ばれていた。これらの築地の屋敷が38個になった時点で浜町に編入された。向井町は1877年に発行された明治10年定中鹿児島略絵図に掲載されているのが初見であり。 鹿児島不可乗町のうちであった。1878年の、殺遇被三国大小区合村長にも、向え町の記載がある。明治時代初期には浜町及び向え町は武士に比べ、平民が多く居住しており、町人町であった。1889年に市政が施行されたのに、伴い、鹿児島城下47町及び、近在三村の区域より、鹿児島市が設置された。 それまでの浜町は、鹿児島市の町、浜町となり、それまでの向井町は、鹿児島市の町、向井町となった。1900年には、浜町に、鹿児島駅が建設されることとなり、立ち退きによって人化が激減した。鹿児島駅の建設前は、向井町と浜町は、それぞれ60件余りの人化があったという。1901年に、鹿児島本線国分駅から、 鹿児島駅までが開通し、浜町には鹿児島駅が置かれた。1965年には中央地区で住居表示が実施されるのに伴い、1965年7月20日に浜町の一部で住居表示が実施された。町の再編実施前後の町域の変遷を示した地図。赤の破線が現在の浜町の区域1962年に、 住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1967年11月1日に、上町地区の一部において、住居表示が実施され、住居表示の実施に伴い町の再編が行われた。これに伴い、迎え町の全域と栄町、柳町、恵比寿町の各一部を浜町に編入し、同時に浜町の全域で、 住居表示が実施された。1989年3月27日には、こういう水面埋め立て地が浜町に編入された。1993年8月6日に発生した、平成5年8月豪雨によって高月川に、かかっていた江戸時代の石橋である高月川五国橋の、内新上橋と竹行橋が流出し、残りの玉井橋、高来橋、西田橋については、 災害収束後の甲月川の河川改修により、鹿児島エイリンショア土地に、石橋記念公園、祇園のス公園を整備し、移設保存されることとなった。西田橋の現地解体は1996年2月に始まり、西田橋は、鹿児島県、玉江橋と高来橋は、鹿児島市が担当し、2000年4月に移設復元された。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。石橋記念公園内に復元された西田橋、菅町や私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鹿児島駅前限定鹿児島貨物ターミナル駅、一般国道一般県道。ありがとうございます。